じゃあ、ホンデ選手と正確なね、軽くスパーリングをやらせてもらいます。で、後で、ケージレスリングのテイクダウンとテイクダウンディフェンスでちょっと聞きたいことがあるので、教えてもらいます。はい。あ、オッケーオッケー。それでは、じゃあ、お願いします。オッケー。はい、よろしくお願いします。ノーフィア選手、レフリー。レフリー。じゃあ、行きましょうか。オッケー。あ、パブ。パブ。あ、それね。ブレーキングなのに出ちゃいけないレベルです。ブレーキングなのに斜めの安定のレベルです。友原君よく頑張ったな、これは。すごいわ。あの時もやっぱ、まあ、強いなと思ったんですけど、今日もやっぱ強いなと思ったんですね。なんか軸がすごいどっしりしてて、ブレない。だからこの攻めづらい。언제든준비되어있으니까자주좀불러주시고같이오겠습니다1年で何回ぐらいありますか？ブレイキングダウンは1年4回ぐらい。おお、なんだ。ベルト作って。ベルトを作って。ああ、よかった。よかった。おお、ありがとうございました。ああ、おもしろい、おもしろい。